404です。今回はこちらです。スニーカーを購入しました。こちらはビレッジヴァンガードで購入しました。いろいろと突っ込みどころがあるスニーカーだったので紹介したいと思います。まずは外箱から X 東京と書かれてあります。皆さんは知ってますか？私は聞いたことないメーカーだったんですけど、有名なんですかね。有名だったら知らなかった自分が恥ずかしいんですけど、とりあえず箱はこんな感じです。では中を見ていきましょう。はい、こちらでございます。というか実はもう履いてます。どうですか？正直ダサいですよね。お店で遠目から見た時にニューバランスだと思ったんですよ。で、あ、ビレバンでニューバランス売ってるんだと思って近づいていったら全く別物だったんですよね。ニューバランスでもないし、この辺とかナイキのエアマックスに似てるし、いろいろやべえ靴だなぁと思いながら一回その場を離れたんですけど、なんかだんだん気になり始めてもう一回戻って手に取ってみたんですよ。そしたらなんか逆にかっこよく見えてきて、気づいたら買ってました。値段が安かったんですよね。税込みで4290円でした。それで先ほどもお話しした通り、現在履いてるんですけど、なかなかいい靴なんですよ。まずね、軽い。まあ驚くほど軽いかって言われるとそうでもないんですけど、一般的なスニーカーの中では軽い方に入っていると思います。あとね、かかとで感じるクッション感が結構いいんですよね。最初、このエアーすげーって思ったんですけど、違いました。クッション感があったのは中敷きだったんですよね。これが中敷きなんですけど、わかりますかね？程よく厚みがあって、ふかふかしています。一回中敷きなしで履いてみたんですけど、多分こいつ仕事してないですね。あんまりこのエアーの弾力を感じませんでした。あんまりっていうか感じないです。お値段がお値段ですからね。まあこの辺は許せるし、代わりに中敷きが仕事してくれるからいいんじゃないかなと思います。あとはですね、値段の割にしっかり作られているんですよね。縫製とかも綺麗だし、よく安い靴だとこの辺とかが接着剤みたいなのでぐちゃぐちゃってなってたりするじゃないですか。そういうのもないし、ちゃんとしてるんですよね。これは本当にすごいと思いました。靴底とかも、まあ靴底は普通かな。特にダメってことはないし、今はもう気に入って履いてます。もう気に入りすぎちゃって色違いとかないかなと思って Amazon で見てみたらいっぱいありました。形違いもありました。でもやっぱり何かに似てる形なんですよね。そこはブレてませんでしたね。あと驚いたのが、これネットだと2000円台で買えました。ショックでしたね。あと数百円足してたらもう一足買えたじゃんみたいな。でもそのぐらいの値段でこのクオリティを出してることがすごいなと思いましたね。履いた感じも悪くないし、今のところぶっ壊れる気配もないし、本当にいいスニーカーだと思います。ただね、この漂う偽物感が何ありかなって感じなんですけど、まあ私は自分がいいなと思ったら気にならないし、たとえダセーと言われても履き続けていこうと思います。なんなら色違いも形違いも買うしね。また購入した際は紹介しようかなと思います。というわけで今回は X 東京のスニーカーの紹介でした。気になった方はチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。